ルーテル・セーペテロ教会ルーテル・セーペテロ協会は、ロシアのサンクトペテルブルク市にあるルーテル協会で市内の一番繁華なネフスキー大通りにある。ルーテル・セーペテロ協会は、ロシアのサンクトペテルブルク市にあるルーテル協会で市内の一番繁華なネフスキー大通りにある。ロシアへ移住してきたドイツ人の信者が多かったので、通常ドイツ協会と呼ばれている。1705年に、 ピョートル大帝はその宗教緩和政策に基づいて、ローマカトリック教会及びプロテスタント教会の宣教も許可した。1708年に初めてのルーテル教会は設立された。市内にはいくつかのルーテル教会も建てられて、数学者オイラーなどがサンクトペテルブルクのルーテル教会の墓地に葬られた。 現在の教会堂は1833年から1837年にかけてドイツ出身の信者たちによって設立された。設計はアレクサンドル・ブルロフであった。1917年頃にはこの教会は1万5000人の教会員がいて、教会が経営する学校、病院、孤児院などもあった。ソビエト時代には教会は迫害を受け閉鎖され、 この教会堂は水泳プールとして使われていた。1990年代に、教会堂をルーテル教会へ変換する決定がなされ、教会堂の修復も行われた。現在は通常ロシア語で礼拝が行われている。また、ドイツ語での礼拝もある。ネフスキー大通りのこの地域には、次のようなプロテスタント教会があり、校舎では、英語、韓国語などの日曜礼拝も行われている。 ネフスキー大通りの向かいには、火山大聖堂があり、少し離れてやはり、ネフスキー大通りの東の方に、アルメニア教会、カトリック聖カタリナ教会もある。ありがとうございます。